こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。はい、今日は1月13日ということで、成人式今朝ね、でした、行われました。はい、で、日本中では成人の日ということで、お祝いがね、いろいろそうですねあったかと思いますけれども、はい、成人ってどういうことなんですかね。何をもって成人でしょうか。なんでしょうね。なんかこう、職業柄やっぱり投票権みたいになっちゃうんですけど、まあやっぱり自分で、自分の、まあ、決定権を責任を持つということなのかなというふうに思いますけど、はい、ただこう、20歳になったからとかなるからっていうのではないような気がしますよね。そうですね、まあ、いつそういう覚悟を持つかっていうのが本当は大事なのかなと思いますけど、はい、昔で言うと元服、はい、ですけれども、そうですね、と年齢が上がって20歳になってやっと大人ということで、はい、いろんな夢があるかと思うんですけれども、大人へのこう憧れみたいなものはありましたか。ありましたね。その時だったら私大学生でしたけど、やっぱり早く働きたかったです。おそらくその根本は、結局やっぱり自分でいろんなものを決めたいと。でそうするとやっぱり収入もなきゃいけないんですよね。でプラスやっぱり自分のやりたいことってやっぱり仕事の先にあるというふうに思っていた部分があったので、はい、早く社会に出て働きたいってなりましたね。勉強が嫌だったわけではなくて、それではないということです一人前になりたい、社会人になりたいという思いなんですね。やっぱり半人前っていう感覚がありましたね。どうなんですかね、男性と女性の違いで、女性は1分1秒でもこう若く見られたいみたいなところがあって、男性ってなんだか中学生の頃から年上に見られたりすると嬉しかったりします。そうですね、やっぱり少し大人に見られたいなっていうのがあって、なんでしょうね、一人一人ストライクゾーン違うんでしょうけど、我々からするとやっぱり30から35ぐらいに見られると嬉しいなっていうのが、25ぐらいからですね、はい、思ってましたね。あ、そうですか、はい、今どうですか、30になられて。30になって、まあ、ちょうど年相応になったのかなと思いながら、うん、でも場合によってはもっと上に見られる時もありますし、はい、それは嬉しいですね。そうですね、そういう印象なんだなっていうふうに、思って、なるほどなと思います。なるほど、はい、では先輩の小林さんから、はい、今日成人を迎えられた新成人の皆様へメッセージを。そうですね、はい、今日成人を迎えられた皆様、本当におめでとうございます。今日迎えられたということは、間違いなく皆さんを育っていただいた方々がいらっしゃるということだと思うので、それは親御さんなのか地域の方々なのか、とにかくそちらの方へですね、感謝の気持ちっていうのを、伝えられなくても忘れてはいけないと思います。それを覚えた上でですね、これからは自分でいろんな物事を判断しなきゃいけないというですね、覚悟を持って、ぜひ生きていきたい、いただきたいというふうに思いますが、何より今日はぜひ皆さんとですね、楽しんでいただいて、一生付き合えるお友達とこれから人生を楽しく歩んでいただきたいというふうに思います。何はともあれ、新成人の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ではこの番組へのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは0849208765、レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿をお願いします。この番組は高和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は木管アンサンブルクロッキオの高田めぐみさん、柏田千秋さん、村上祐介さんをお迎えしています。高田さん、柏田さん、村上さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。いいですね、さすが息の合ったアンサンブル3人でね、登場いただいて、今日は3人登場いただいてますので、はい、男性、女性、女性ということで、村上さん、柏田さん、小田さんということで登場いただいてますけど、これ3人とも福山出身の方なんですよね。はい、そうなんですね。でもそれぞれ大学はいろんなところに行きました。はい、いうことなんですね。ちなみに小田さんはどちらを行かれたんですか。武蔵野音楽大学。じゃあ一回東京に出て、はい、今戻られているということです、はい、柏田さんどちらですか。私は名古屋芸術大学、はい、そして村上さんは倉敷作業大学のモスクワ音楽院特別演奏コースというところに行きます。近いですね、はい、別にモスクワ行ってたわけではない。ではないですね、倉敷にいらっしゃったんですね、はい、というわけで今福山でこの3人で
演奏活動をしながら頑張ってらっしゃるということで、この木管アンサンブルの、まあ、チーム名がクロッキオということなんですね。でこれ幸田さん、クロッキオっていうのはいつからやってらっしゃるんですか？2012年の2月に結成しました。2月、じゃあもうすぐ2年、はい、丸2年、はい、なんか揉めたりしなかったですか、途中で？はい、揉めることは一度もないです。なんかこうグループっていうとすぐ解散の危機みたいなのあるじゃないですか。はい、そういうのは全然なく、はい、円満に、はい、なんかそういう秘訣ってあるんですか？そうですね、あのメンバーみんな思ったことを言い合うようにして、みんなが無理しないように、はい、正直に言うと、はい、ということでやるわけですね。村上さん、これクロッキオってどういう意味なんでしょうか？イタリア語で仲間や仲間同士の集まりという意味です。うん、またグループ名の頭には、はい、と3人が演奏しているオーボエ、クラリネット、ピアノの共通の楽器の色が黒なんですが、はい、その黒にもかけています。あ、このクロッキオの黒がかかっているんですね。はいはいはい、村上さんはちなみにピアノなんですね。はい、これ集まった時はこれどれぐらいの頻度で集まったんですか？大体あのコンサート前週に1回。はい、3人ででも集まるとも練習しなきゃいけないんですよね。はい、どこに集まったんですか？僕の自宅で。あ、自宅で集まって練習する。はい、大体何時間ぐらいご一緒するんですか？2時間ぐらい合わせをしています。練習をして、はい、でその前後をやっぱり話す時間がありますね。はい、あります。トータルどれぐらい一緒に？4時間ぐらい。だいぶ2時間合わせて2時間喋ってる。何喋ってるんですか？メンバーのプライベートの話です。プライベートの話。はい、仲いいですね。そんな雰囲気します、ね。はい、でもこの仲良さそうな3人ですけど、2年前結成っていうことですけど、これ柏田さん、皆さんこう知り合ったのはどういうきっかけなんですか？もともとはみんな福山に住んでいるっていうことは知ってたんですけれども、それぞれお互いに一緒に演奏したこととかっていうのはなかったんですけれども、リーゼンローズで行われた新人演奏会っていうのにみんな出てまして、それであとは小学校から小学校、中学校、高校、大学全部バラバラですけど、まあ、みんな音楽が大好きっていうところが一番共通です。でもそうやって一緒になって、で結成に至ったっていうのはどういうことなんですか？2月に結成したっていうふうにさっきお話ししたんですけれども、はい、それが美術館であったロビーコンサートがありまして、その演奏会を聴きに来てくださったお客様の中に、なんかこの3人で演奏してくださいっていう依頼がありまして、そこでじゃあ私たちもグループに決めて活動していこうかっていうことで、このクロッキオが活動を開始しました。どうですか、幸田さん、この結成するときっていうのはどういう思いだったのか？そうですね、あのきちんとグループ名を決めて活動するのが初めてのことだったので、はい、すごく楽しみで、はい、いいきっかけをいただいたなという嬉しい気持ちでいっぱいでした。これ名前は誰が決めたんですか？クロッキオ3人で、はいはい、決めました。本当に？携帯でね。携帯で。何が何が調べて。あ、調べたんですね。みんなでググったんですね。調べてね、決定したということがクロッキオだったんですけど、これ実際にこの2年間、村上さんどんな活動をされてるんですか？はい、福山市を中心に、ゴールだけでなく、さまざまな場所で演奏させていただいたんですが、昨年は年始めの1月にリネロズ大ホールで新春のアラコンサートに行って、いろんなアーティストが出演したコンサートに演奏させてもらったり、カフェやリネンローズの登録アーティストに2012年度からなっているんですが、福山市の市内の小学校に音楽宅配便という題してコンサートを小学校に演奏してもらったりもしています。音楽宅配便でこれ小学校に行くんですか？はい、はい、そうです。で教室で演奏する、それと体育館、音楽室や体育館で演奏して。どうですか、そのなんかこう演奏しに行った時ってどういう感じなのか？あのホールと違ってお客さん、まあ、その生徒さんとすごい距離が近くで楽器も見て
か聞いていただけるので、実際頃からそういう生の楽器の演奏を触れていただけて、ホールにも聴きに行きたいなと思ってもらえるように、つながるように、いろいろ聴きやすい曲から本当にクラシックの曲までを、これって学校からそのリーデンローズにもまあなっていく、そうなんです、はい、そうなんですね、リーデンローズの人ですからね、はい、柏さんね、はい、はい、じゃあオファーが来て、で誰が行くかっていうのは、そうですね、年の初めに決まって、はい、誰が何月に行くよっていうのが決まって、はい、でみんな順番に小学校回るっていう感じになります。どうですか柏さん、こういろいろ活動してて、なんか印象に残ったことってありますか？2012年度はちょっと本当にハプニングが一つありまして、はい、さっき の音楽宅配便でちょっと山の上にある広瀬小学校の方に行かせてもらったんですけれども、はい、行ったのがちょうど7月で、当時は雨と雷が鳴ってたんですけれども、はい、体育館での演奏だったんですけれども、本番5分前ですかね、直前に停電が起きまして、はい、体育館も全部真っ暗になってしまって、生徒たちも入場してたんですけれども、はい、もう私たちは控室で真っ暗の中に閉じ込められたっていう感じで、はい、どうなるんだろうって思ってたんですけれども、もう5分後になんとか回復して、その後は普通に演奏は開始されたんですけれども、停電は初めての経験でしたね。すごいですね、それびっくりしたでしょ。びっくりしました。どうするんですかね、その真っ暗だったらもう真っ暗なまま演奏するっていうのも一つありなのかなと思いましたね。なんかキャンドルの明かりの中で演奏を聴くっていうのは、ね、いい感じですよね、はい、それだけのキャンドルがあったかなかったかは定かではありませんがただ、まあ、停電しちゃったっていうのはびっくりです。そうですね、ホールではなかなか経験しないことなので、これからもまだ新しいびっくりがたくさんあるかもしれませんので、ね、はい、それも一つ一つ思い出になることと思いますが、さあこのあたりでお三方のですね、楽器の音色を聞いていただこうと思います。サロンデートーク、今夜は木管アンサンブルクロッキアムの郷田めぐみさん、柏田千秋さん、村上雄介さんをお迎えしています。はい、素敵な音色をバックにお届けしてますけど、これ実際のコンサートを生録音したものなんですかね。これいつのですか。去年10月末ね、いいですね。ちなみにこれそれぞれ担当されている楽器で演奏されていると思うんですが、郷田さんの担当は何ですか。オーボエです。オーボエ、はい、これオーボエって何でしょう、魅力というか、なんか楽しみ方って何かな。そうですね、私が持っている魅力は音色で、あれリードって自分で手入れしたりとかしなきゃいけないんですよね。はい、のだめカンタービレっていう私漫画結構好きだったので、はい、読んでたんですけど、なんか自分で削ったりとかしてやるって、はい、そうです。演奏よりもまだそっちの方が大変なので、はい、じゃあ手入れをこう日々しなきゃいけない。そういう意味では、いつもコンサート会場でやるっていうんじゃないじゃないですか。さっきまで話を聞いたら、いろんな、例えば体育館に行ったりとか、はい、ホールじゃないところに行くとか、はい、これってやっぱり結構気を使いますか、その時々で。そうですね、響きも全く違うので、ホールよりもやっぱり音楽室とか体育館は響かないので、そういう時はまたリードも選んだりして、それに合ったものを。そうなんですね。柏田さんの担当の楽器っていうのはクラリネットです。クラリネット、はい、クラリネットの魅力っていうのは何でしょう。そうですね、他の楽器に比べると結構音域が広くて
低い音から高い音まで出るので、結構メロディーを担当する時もあれば伴奏に回る時もあるんですね。であとはクラシックでも使われるのはもちろんなんですけれども、ポップスとかジャズでも使われる楽器なので、すごく幅広く使われているのが魅力ですね。じゃあ結構耳にする機会って多い感じなんですかね。多いですね。あと同様でクラリネット壊しちゃったっていう、ああ、ありますね。あるので、パパからもらったクラリネット、はいはい、なので見たことはなくてもクラリネットっていう言葉を聞いたことがあるっていう方は結構多いかなと思います。確かに、あの時歌いながらクラリネットって何なんだろうっていう分かってなかったですね。確かにそれは言われるとそうですね。で、村上さんはピアノですね、はい、なんか一番こうイメージしやすい楽器ですけど、ピアノの魅力って改めて何ですか？そうですね、ピアノはやっぱりオーケストラ全て の楽器の音域を一台弾けることができるので、まあ、一番低い楽器はコントラバスなんですけど、それよりも低い音が出て、でピッコロっていう高い音が出る楽器なんですけど、それよりもやっぱ高くなるので、約7オクターブピアノを出せるので、そこが魅力だと思います。あとピアノは調律師さんが音を制限してくれているので、もう弾く押すだけでもう音が出るんですけど、他の楽器は木管楽器の方も音をそれなりの音を出すだけでもすごい大変なので、楽器を始めるのはピアノは習いやすいと思います。でもなんかその分なんか皆さんのお二人の楽器っていうのは持ち運べるじゃないですか。なんか自分専用の楽器っていうのを演奏会場に持っていけると思うんですけど、ピアノはやっぱりそうはいかないですよね。そうですね、はい、会場に行ってそのリハーサルとかもライブとかもその場でタッチで感じて感じです、ね、やっぱり全然感覚が違うもんですか？そうです、はい、重さとかペダルの感じとやっぱ それぞれのピアノによって変わってきます。それぞれ楽器で特徴魅力っていうのがあるんですね。でもそうやって音楽活動されてる3人ですけど、普段は普通にお仕事されてるんですよね。ちなみに村上さんは何の仕事か？主に楽器店でレッスンをしています、はい、あ、じゃあ実際にそれを教えてる側もやってるということ、はいはい、柏野さんは高校の方に教えに行く指導の方もしながら、はい、今はリーデンローズの方で事務所で働いてます。じゃあ本当にそのスケジュールを作っていたりとかそういうこともやってます。あ、じゃあちょうど関わる仕事。はい。大田さんはどんなお仕事ですか？私も中高に演奏の指導に行ったり、普段は事務の仕事をしてます。はい、そうですね。じゃあそれぞれまたやっぱり全然違う動きをしながら平日週1回こう集まって合わせる。これでも依頼が来た時に。どの曲を演奏しようかっていうのは、これはその曲ごと依頼が来るんですか、それとも皆さん決める？私たちで決めます。決める。はい。それ決めるときって、これ実はこの人が決めてますと、芸人さんだとこの人がネタが書いてますとかってありますよね。3人だったらどうしてるんですか？まず楽譜を持ち寄って、はい、この曲やってみたい、この曲やってみたいっていうのをかなり何十曲っていうふうに上げてみて、まず音を出してみて。私たちの楽器の編成に合うものを聴いてもらいたいなと思うので、それに合わせて曲選びをしています。でも難しいですよね、毎回聴く人違うじゃないですか、はい、だからそういうのに合わせなきゃいけないのか、それとも自分たちがやりたい曲っていうのも多分あると思うので、このあたりどうバランスと。やっぱり子供さんが多くお客様にいるときはジブリであったりとかディズニーであったりっていうのを多めにしたりとか、まあ、大人の方が多ければちょっとクラシックを多めにプログラムに入れてみたりっていうのはあるんですけども、まあ、難しい曲をやってもやっぱり聴くのも大変だと思うので、私たちも演奏してて楽しいし、お客さんも聴いて楽しいなって思える曲を選ぶようにしています。確かにそうですね、この曲聴いたことあるっていうだけでなんか気持ちがこう1オクターブなのかこう1ランクこう上がる感じしますね。ぜひ聴いてみたいなと思いますけど、これ今後コンサートの予定というのは村上さんあるんでしょうか？はい、バレンタインの2月14日にリーデンローズ大ホールで
午後6時45分からバレンタインガラコンサートというのを開催します。はい、場所はどこであるか。リーデンローズ大ホール。リーデンローズ大ホールですね、はい、2月14日の6時45分、はいはい、これもうあの申し込みはできる、はい、はい、発売中です。じゃあリーデンローズにお問い合わせを、はい、そうするとこれ柏原さん出るんですか。お電話に出るんですか。そんなことは出るかもしれない。出るかもしれない。チケットはおいくらなんですか。全席自由で1000円になります。お手軽ですね。じゃあバレンタインデートにいいですね。ね、といえば村上さん新婚なんですね。そうです、はい、ね、いいですね。おめでとうございます。おめでとうございます。羨ましい。あれ結構全然話変わりますけど、結婚式でやっぱり自分でピアノを演奏したりとかするんですか。そうですね、はい、あの2人で演奏しようかと。あ、これからなんですね、式は。そうです、はい、あ、そうなんですね、楽しみですね。何やるんですか。奥さんがフルートを趣味でやっているので、はい、これから相談です。なるほど、はい、決定権がどちらにあるのか気になると思うんですけど。あの出会いもやっぱり音楽なんですね。そうです、はい、ですね。じゃあこのバレンタインコンサートで出会いもあるかもしれないということですので。そうですね、はい、小林さんもぜひ見に行きたいんですけど。ぜひそういうのがあったらいいなというふうに思いますが、どうでしょう、柏田さん、今後こういう活動していきたいなって何かビジョンがあれば教えてください。2012年度はかなりちょっといろんなと、2013年度はかなりいろんなところで演奏させてもらう機会が多かったので、まあ、それをステップにまた同じように活動ができていけたらいいなと思います。はい、いいんですか、個人的なあのディズニーランドでしたい。いつかできたら嬉しいですね。大のディズニーファンがすごくありますから。いいです ね、そういう夢があってもいいかなと思いますけど、どうでしょう、小田さん、今年はどんな年にしたいか。今まで以上にパワーアップした演奏をしていきたいのと、あの聞きに来てくださるお客様がまた聞きたいなって思っていただけるようなコンサートを企画できたらと思っています。でもなんかこう若いね、私からさらに若いっていうのもなんなんですけど、でも若いメンバーで小学校行ったりとかいろんな場所に出かけてって、やっぱり演奏してる姿を見てもらうっていうのはすごいなんかこういい意味があるなっていうふうに思うんですよね。どうですか、やっぱり子供たちとこう触れ合うっていうのはやっぱまた違いますか。そうですね、はい、あの間近で子供たちの表情も見れるので、とてもこちらも楽しく演奏するので、ぜひなんかいろんな人に音楽を興味を持ってもらって。はい、本当に今日は皆さんお忙しい中来てもらってありがとうございました。ぜひあの多くの皆さんから応援してもらえるように一緒に頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。した今夜のお客様は木管アンサンブルクロッキオの高田めぐみさん、柏田千秋さん、村上裕介さんでした。今あの小さな子どもたちっておっしゃったんですけれども、はい、まだですね、お腹の中にいる子どもたち、胎児の、ね、そうですね、方々マタニティの音楽もされてるみたいで、いいですね、未来のお母さんたちがね、こう本当に安心して出産ができるようにっていうのかな。それからまた胎児もやっぱり音楽って聞いてるんですね。なんかいいんですってね、なんか落ち着いたりとか、はい、ね、あとの発育に良かったりとか、そういうのがあるんですよね。人のためになんか音楽、音を奏でるっていうのは奏でてらっしゃる方も幸せなのかもしれませんね。そうですね、そういうのがね、感じられる、お互いに感じられるといいですよね。そうですね、はい、今度あの私たちも生演奏を聴きに行きたいですね。ああ、いいですね、はい、バレンタインデーはちょっと難しいのかもしれませんが、何かの機会でどっかあのやっぱりホール以外でやってるの見たいですね。あ、そうですね、駅前とか、あのリムのところとか、はいはい、そういうところでなんか入れたら素敵だなと思います。いつかは生演奏をぜひ楽しみにしております。はい、皆さんもクロッキオという名前を覚えていただきたいと思います。はい、ぜひ検索してみてください。それではお相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りしました。